行こうぜ兄者。いよいよですな。雑魚どもが群れおってそういきり立つな。重平元年春、聴覚を教祖と崇める教団太平堂の信徒らが各地で一斉に蜂起した。権力闘争で腐敗し敗北しきった朝廷に不満を爆発させたのである。この反乱は信徒たちが頭に黄色い布を巻いていたことから黄巾の乱と呼ばれた。その勢力はとどまるところを知らず、瞬く間に中原全土へと広がっていく。これに対し朝廷は討伐軍を編成すべく各地に檄を発して義兵を募った。この呼びかけに自らの未来をかけて英雄たちが集う。それは後の三国騒乱の世の幕開けであった。黄巾の選ばれし捕らえよ。黄巾の包囲網を打ち破れ。国軍どもを思い上がらせるな。
強さを天下に示すのだ。気をったか。
空手か小賢しい。
我らも遅れを取るな。太平同人の奇跡を見よ。これほどの武将がいたか。滅びよとも魂は永遠よ。